今日は1時間弱ほどですね、まあ、ちょっと早く終わったら暑いので今日の終わっていこうと思いますのでよろしくお願いします。後ろにですねプラカードなどあと署名板もあります。で署名板なんですけれども署名してくださる際には署名板ごと渡しちゃってください。感染予防のために署名板を自分たちが持った状態で署名をするんではなくてされる時には署名板をもうそのまま渡しちゃってください。よろしくお願いします。それではですね街頭宣伝を始めますのでよろしくお願いします。ご通行中の皆さんこんばんは。お仕事帰りの皆さんお疲れ様です。もう今日までが暑いと言われているんですけれどもまだまだ暑い日が続いていますけれども、まあ、こういった中でも今日もコロナの感染者が、2000人近く今日月曜日なんで少し少ないんですけれども、まあ、検査の、ね、数がどれだけか分かりませんけれどもまだまだ減っていないという状態です。去年のですね年末に2000人超えた時に衝撃が走ったわけなんですが今日は1900人って聞くとなんかすごい減ったなというふうに思うかもしれないんですがなんか完全に麻痺してしまっていて本当はとんでもない感染爆発のただ中に今私たちはいるんだということを痛感します。しかしですね今もオリンピックやパラリンピックやっていますけれどもこういったですね本当に大変な時にパラリンピックをやってしかもオリンピックの時には断念したお子さんたちのパラリンピックの観戦動員これをですねパラリンピックの時にはやるということで、まあ、いくつの自治体はやめると言って撤回したんですけれどもまだですねいくつかの自治体はですねこの子どもたちの観戦動員をやっているわけです。こういったことの中で学校の先生が感染をしていて陽性反応が出たということで学校が休校になるという事態も起きているんですね。一体政府はですね何をしたいのか何が今一番優先なのかってことがもう多分私たちの暮らしや命が最優先ではないってことははっきりしましたよね。この大変な時にオリンピックはやるわバッハ会長の銀ブラは許すわでそういった中でですね私たちの暮らしや私たちの命そういったものはもう別に二の次三の次なんだということがはっきりと分かりました。私は医療がしっかりとですね整えて野戦病院の設置とかあとはですね PCR 検査の拡充とかね1年半できることたくさんあったんじゃないかなと思うんですけど皆さんどう思いますか。1年半本当に何してきたんだろうっていうふうに私は思います。他の国ではですねもう PCR 検査をドライブスルーでやってたりとかもう当時ですねいろんなニュースが飛び交っていてあこんなことをしてるんだあこの国ではこういう対策してるんだ、まあ、そういうですねたくさんたくさん学ぶ真似するそういうチャンスはたくさんあったわけですよ。それをですね全然学ばないで今のですね私たちの市民に押し付けっぱなし10万円給付だって去年1回きりじゃないですか。その後もっと大変なことになったりにもかかわらず全くですね保証したり一時金を出したり給付金を出したりすることもない。飲食店もそうですね9月12日まで4度目の緊急事態宣言伸びるって言ってますけれどもまたさらに延長するんじゃないかなっていうふうにこんな感じだと思っちゃいますよね。飲食店の人たちも8時まででそれでですねお酒も出すなもうこうやっていけないと思うんですよ。私も夜回りで外を回っていると飲食店やっぱり続々と やり始めてるもうお酒も出し始めてるもう限界ですということでやり始めてるわけですね。そういったところのお店の人の話を聞くとだって給付金全然出ないんだそうですね。まだまだあと手続きがすごく難しい政府は手続きの説明ばっかりして制度の説明ばかりはするけれどもじゃあこうした方がいいとかこうしましょうとかこう助けますよとかいうことは全然言わないわけです。制度の説明しかしないわけですね。これじゃあやっぱり飲食店潰れてっちゃいますね。またそういったところに多くの女性たちが働いています。
飲食店や接客業、テレワークのできない仕事に多くの女性たちがついている。その多くの女性たち の、 職業形態っていうのは、まあ、ほとんどが非正規雇用なんです。非正規雇用でとても不安定雇用の中で働いてらっしゃる。だからコロナになった時にここは休業してくださいとか時短営業してくださいって言われた時に真っ先にですねシフトを減らされたり雇い止めになったりするのは女性たちなんですね。昨年の11月に皆さん覚えてますか、渋谷の路上で60代の女性が近所の男性にですね殴られて殺された、あの事件覚えてますか。11月に60代の女性が渋谷のバス停でですね夜睡眠とれたわけですね。路上生活をしていたと。そういった中で男性に殺される事件がありましたけれども、彼女もずっと非正規雇用でスーパーで、働いていたんです。それが6月にコロナで雇い止めになって行くところがなくて路上で暮らしてたと。殺された当時所持金は8円だったんですね。で私その後また知った話なんですけれども、その殺された彼女は実は一度結婚していて離婚してるんですが、その離婚の原因がですね夫から DV を受けてたと、まあ、そういったことで離婚して、そこからずっと非正規雇用で働いてた。その彼女の最後が夫に DV を振るわれて、それで、離婚して非正規雇用で働いて、その最後また男にですね殴られて殺されたっていうのは、本当にこの痛ましすぎるというか、コロナ禍での貧困や困窮だけではなくて浮き彫りになってくるのは女性のですねそういった構造的差別から浮き上がる苦しみ、そういったものも私たちはまとめてですねこのコロナを機にですね考えていかなければならないと思うんです。オリンピックを機にいろんなことを考えることもありました。森喜朗さんの女性差別発言ですとか演出家のいじめ問題、ホロコーストをこうおちょくってネタにした、そういうたくさんたくさん世界から見たらとんでもない国だなと思われるようなことを日本が放置してきた。森喜朗さんみたいなことを言う人周りにもたくさんいますよね。それ多分私たちが放置してきたから増殖してるんだと思うんです。こういう世界的に見ておかしいなと思われるようなことを日本の私たちは少しずつ改善していく努力っていうのがとてもとても必要だと思います。そのためにはですねやっぱり私今の政権じゃもう無理だと思うんですよね。男性いっぱいの自民党政権、自公政権じゃもう無理、命と暮らしを軽んじるようなそういう自公政権じゃもう無理なんだ、そういうふうに私は本当にそう思います。でこうじゃあどうしたらいいかってなると、まあ、今チャンスが訪れてますから、秋にですねもう1ヶ月もしたらもしかして総選挙が始まるかもしれない。もうあと1ヶ月もしたら、解散総選挙が始まるかもしれない。そういった時に私たちは政治の選択、未来の選択ができます。もう自公政権ダメだな。だって去年の12月28日まで GoTo キャンペーンやってたんですからね。こういう人たちはもう無理なんだなっていう、ということで自公政権ではなくやっぱり立憲野党 の皆さんに投票する、そういった政治の選択が今私は求められていると思います。 25% に菅政権の支持率なってますけど、菅さんじゃなくて今いろんな高市さんとかねとんでもない人たち出てきてますけど、誰がやってもみんな同じです。自民党はもう誰がやってもみんな同じですから。高市さんなんて自衛隊国防軍にしようなんて言ってるんですからね。こういうちょっともう誰がやってもダメ、じゃあ自民党じゃないところに一回任せてみる、そういったことも私たちはやっぱり変わる勇気っていうのを持っていかなければならないと思います。それではですね今日の街頭宣伝はスピーチと歌を挟みながら、やっていこうと思います。それでは歌を一回挟みます。どうもこんにちは。ですねついこう歌を歌おうと思いつつもこう喋ってたんですけど、今パラリンピックの話が出ましたけど、本当ね医療が今逼迫してますんで、
ちょっと限りある医療資源、医療リソースというものを、ちょっとパラアスリート、パラリンピック関係者の、皆さんと、もう一般の本当にコロナでかかっているというか、もう通常医療も今やばいですからね、そういった一般市民とで、ね、奪い合っちゃってる、状態って非常にやっぱり不幸なことだと思いますし、本当なんでね、こういう状態でパラリンピックを始めたのかというふうに、思いますし、やっぱり命を大切にするというか、やっぱり命がベースにあってこそ、障害者との調整とかね、スローガンに言いますけど、ちょっと命が粗末にされる状態で調整とか言ったっていうのは響かないよっていう話じゃなくて、ね、学校感染の問題も今本当に問題になってますけど、まあ、頑張ってる、障害者の皆さんの姿を見てるのが教育になるとか言ってますけど、私それちょっとやばいんじゃないかと思ってて、頑張ってるから、すごいというふうなことを今教えてるというのは、ちょっと頑張ってる人と、まあ、人間そのね、誰しも頑張りきれるわけじゃないんですよ。我々健常者ってね、そんな普段頑張ってないじゃないですか。それは別に障害を持ってるからと同じだと思うし、頑張る人と頑張れない人との間で線引きしちゃうことにつながるし、それはまずいだろうと思うんです。頑張ってる人でも頑張ってない人でも命は平等だし、誰の命だって価値があるんですよ。そういった、ことがベースになってないんで、頑張りだけ評価されるのはまずいだろうと思ってます。そういった本当にね、命の平等とか命の大切さとか平和を考えることにもつながるだろうという意味を込めて、ちょっとかなり古い曲なんですが、香川亮さんの教訓1を、このコロナ禍の中で歌いたいと思います。命は一つ、人生は一体だから、命を捨てないようにね。慌てるとついフラフラと、お国のためなのと言われるとね、青くなって尻尾になさい、見えなさい、隠れなさい、お国は俺たち死んだとってずっと後まで残りますよね。失礼しましたね、終わりだけ、命の捨て合はありませんよ。青くなって尻尾になさい、逃げなさい、隠れなさい。命をかけて頑張る姿を子供に見せるのは正しいでしょうかね。人間そんなに頑張らなくて結構だから、助け合うのだと教えましょうよね。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい、死んで神様と言われるよりも生きてるバカだと言われましょうよね。きれいごと並べられた時もこの命を捨てないようにね。青くなって尻尾になさい、見えなさい、隠れなさい、青くなって尻尾になさい、見えなさい、隠れなさい。ありがとうございました。
とうございました。それではまたスピーチに移りたいと思います。高田さんお願いします。ご成功中の皆さん、こんばんは。本当は今一番大きな問題のコロナの話もしたいんですけれど、ちょっと今日はアフガニスタンの問題を話してみたいと思います。この何日かテレビでも新聞でもあるいはネットでもアフガニスタンの話が大変持ちきりになっていると思うんですね。アフガニスタンのこれまでのガニ政権というのがあっという間に倒れて、20年前アメリカに倒されたタリバン政権というのがまたアフガニスタンで復活するという、アフガニスタン大混乱なんですよね今。それでどういう問題が起きているかというと、政権が今までアメリカが応援してアメリカの軍事力でかろうじて政権を名乗ってきたガニさんという大統領の政権が倒れちゃった。首都のカブール大混乱、そこで今日本の政府はどういうことをやろうとしたかというと、このアフガニスタンのカブールにある日本大使館、大使館の隊員って大使館の会員たち十何人かいるんですけど、みんな日本人ですよね。それからこの大使館の仕事などを助けていた現地のアフガニスタン人とその関係者500人ぐらいいるそうですけど、この日本大使館の十何人かとアフガニスタン人500人、これが政権が倒れて大混乱して大変だから自衛隊士を送ってこの人たちを救出するという話になったんですね。なんかちょっと聞くといいような話ですよね。国が倒れて大混乱になったから大使館員を一刻も早く安全なところに連れてくる、それから日本の大使館に手伝っていたアフガニスタンの人たちが政権が倒れるといじめられるかもしれない、だからこの人たち500人も救出する、そのためにこの遠くアフガニスタンまで自衛隊機を飛ばすという話になったんですね。 NSC という国家安全保障会議というのが政府にはあるんですけれど、この国家安全保障会議でこの問題突然検討してアフガニスタンに飛行機を4機、自衛隊機3機と政府専用機合計4機を送って、この大使館員とアフガニスタン人を救出しようという話になったんです。これは大変な大きな問題ですよね。このための会議何分やられたと思いますか？20分です。たった20分で自衛隊をアフガニスタンに派遣するという、そして自衛隊の軍用機3機と政府専用機1機を派遣するということを決めちゃったんです。で、建前は今申し上げたようにアフガニスタンにいる日本の大使館員たちを救出しよう、大使館員たちを手伝っていたアフガニスタン人を救出しようということだったんですよ。しかし実は飛行機を送ったら日本大使館の大使館員たちはとっくにもう避難してたんです。イギリス空軍の軍用機で近くの国に日本大使館の大使館員は全部いなくなってたんですね。これを救出すると言って送った話なんですよ今度の話は。そして実は何人もいなくて大使館もぬけの殻ですから、せっかく行っても自衛隊が3機も行ってもどうしようもないというんで、現地アフガニスタンにいた共同通信の現地記者の人、日本人ですけれども、この人1人を救出したんです。その他の500人のアフガニスタンの人たちはどうなったのっていうと、現地が大混乱で日本の自衛隊の飛行機のところにまでついてこれない、だから乗せられない、自衛隊タンクと政府専用機まで送って、こういう話だったんですよ。この何日か大騒ぎをしてるのは。そしてもっと大変な問題があるんですね。自衛隊の C2 輸送機と C130 輸送機という大変大きな輸送機なんですけども、
何百人も自衛隊員が乗れる、それで300人自衛隊を乗せてアフガニスタンに送ったんですね。そのうちの100人は実は名前があまり知られてないんですけれども、日本の自衛隊が持ってるとんでもない部隊があるんです。中央即応連隊という、これは殴り込み部隊です。自衛隊の中で多分あの人たちに聞くと最精鋭部隊、最強部隊、日本の自衛隊で一番強い、戦争は上手な部隊は何かって言ったら中央即応連隊、自衛隊の人たちはそう答えると思うんです。この中央即応連隊という殴り込み部隊を100人もこの自衛隊の飛行機に乗せて送ったんです。現地の日本人を救援する、あるいは現地の手伝ってくれたアフガニスタン人を救援するという理由で300人の自衛隊を送り、その中に 最強の部隊、中央即応隊というのを武装させて送ったんですね。何をする気なのかという話ですよ。救援して守るという話があるのかもしれません。しかしすでにカブール空港はアメリカ軍が何千人も駐留している。そして空港の周りは今度政権を取ったアフガニスタンのタリバンの部隊が警備をしている。そういう中に日本の自衛隊300人を送って武装して送ったんですね。結果として300人も送って4機も送ったのに、日本人を救援して連れてきたのは1人、その他に実は14人のアフガニスタン人連れてきたんです。これはアメリカに頼まれて、これを乗っけて帰ってくれと言われてアメリカに頼まれて14人を連れてくる。これは別に日本の大使館を手伝った人でも何でもないんです。アメリカの都合なんですね。だから大騒ぎをして NSC という国家安全保障会議まで開いて、アフガニスタンに送ったこの今回の大作戦は、まあそう言ったら悪いですけど、台山明道ネズミピッチってこのことじゃないですかね。大騒ぎして一大戦争にも備えるようなやり方をして送ったにもかかわらず、一人の現地の共同通信の通信員の人とアメリカに頼まれた14人のアフガニスタン人をパキスタンまで運んできた。そしてこの後の500人の人たち、日本の大使館を手伝ってた500人の人たちは置き去りされちゃったんですよ。だから誰かが言ってました、軍隊っていうのは民衆を救うもんじゃないよ。昔沖縄戦の時そういうことを私たちは体験したけども、またアフガニスタンで日本の自衛隊がやっちゃった、助けると言って行ってさっさと帰ってきちゃった、そういう話が今アフガニスタンの問題で問題になってるんですよね。それからもう一つ実は大きな問題があるんです。そういう騒ぎになってる最中に、現地の日本大使館の大使館員、大使館の仕事をしている人たち12人がさっさとイギリスの軍用機で隣の国に逃げちゃったんですね。これは何なんでしょうね。本当は現地の日本人の渡航手続きだの、あるいは自衛隊が送った飛行機に誰を乗せるだの、いろんな手続きがあるんですけども、大使館員みんないなくなっちゃったんですね。まあ大使館員のこと悪く言うわけにもいかないですね。それは命の問題もありますから。あの国では今倒れたガニさんという大統領もあっという間に自分だけ逃げちゃったんですね。なんか大金を持ってアフガニスタンから逃げてっちゃった話もあって、大変な混乱になっています。私がなんで今こういう話をするかというと、菅政権は自衛隊法を勝手に解釈したり憲法の考え方を破って、こういうアフガニスタンの混乱に乗じて日本の自衛隊を送る、本当に責任を持てるのか、こういうことをやったら、こういうことを許しておいたら本当にとんでもないと思うんです。今回自衛隊員の戦争で死ななくてよかったですよね。もしかしたら戦争になって死んだかもしれません。海外で自衛隊員が死ぬ、今アフガニスタンでは比較的
日本人は評判がいいみたいなんですよ。というのは、あの中村哲さんというお医者さんがいました。アフガニスタンのために身を犠牲にして一生懸命診療もし、あるいは農業もやり、考え用水も作り、そうやった中村哲さんという日本人がいた。中村さんはいつも憲法9条がこれに基づいて自分は活動するんだと言っていらっしゃった人。それから結果としてなんですけれども、アフガニスタンでこの20年で3万5千人も外国の軍隊が死んだんですけれども、日本の自衛隊は幸いアフガニスタンで一人も死んでいないんですね。そして日本の自衛隊は本当に幸いだったんですけれども、直接銃でアフガニスタンの人を殺していないんです。イギリスとかフランスとかドイツとか、もちろんアメリカは一番ですけれども、アフガニスタン人はこの20年で15万人も殺していますから、アフガニスタン人から見るとアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、これは敵なんですよ。自分たちの同胞を殺してしまった。そこからいくと日本は殺してないんですね。自衛隊は幸いと言えば幸いなんです。でも危なかったんですよ。日本の自衛隊はアメリカの軍隊に、アフリカの軍艦にエネルギー石油を給油したり、どんなことをやってこの戦争を手伝いましたから、直接殺してないからいいってことではないんですけれども、でもアフガニスタンの人はそう思ってるみたいです。だから本当は日本がやらなければいけないのは、こういう武装した自衛隊をカブールに送ってドタキサマリエに軍事訓練の前のことをやるのではなくて、混同できるというタリバン政権も含めてちゃんと話し合いをして、アフガニスタンの人々が平和に暮らせるような、そういうことのお手伝いを日本はやんなきゃいけないんですよね。これをとんでもないことを今度は菅さんは失敗してしまいました。本当は今コロナの問題で菅さん大失敗です。これに加えて今やってるパラリンピック、これも大問題です。そしてアフガニスタンに対する自衛隊の派遣です。もうこんなことばっかりやってる菅さん、やめてもらいましょうよ。やめてください。菅さんを支持する人は今たった 25% しかいないんですよ。ここ歩いてる人のうち4人に1人しか菅政権を支持していない。そして6割も7割の人がもう菅さんやめてくださいって言ってる。私たちもさっさとやめてもらいたいと思いますね。やめてどうするんだ。私は野党にちゃんともう一回政治をやってみたらいい。野党がこんなデタラメはやりませんよ。コロナの問題でもアフガニスタンの問題でも。ですから今度総選挙が近くなっています。誰でも同じだと皆さん言わないで、投票に行ったってあんまり世の中変わらないだろうと言わないで、一人一人が一生懸命投票に行って政治を今度は変えてみよう、そういうことをやってみようじゃないですか。だって横浜市長選、菅さんの1個分の国家公安大臣が負けたじゃないですか。横浜で大学の先生が野党から立ったら、市長選で菅さんの手先の人が負けたんですよね。こういうことを国全体でもやったら、私は横浜がこれから変わっていくように日本の国も大きく変わっていく。戦争はやらない。コロナで本当に一刻も早く対策をして人々の命を助ける。無理やり子どもたちをパラリンピックの観戦なんかに連れて行かせない。いろんなやるべきことがいっぱいありますので、皆さんと一緒に頑張りたいと思うんですね。今日憲法9条を守りましょうという署名をやってます。署名用紙を持って仲間が立ってますので、いいかなと思う人はどうかちょっと声をかけていただいて署名してください。で、直接面と向かって署名すると、今のもコロナからやりにくいので、このちっちゃい署名板を皆さんに目の前でお渡ししますから、これを持って自分で手に持っていただいて、皆さんの名前と住所を書いてください。そして国会に届けて、もう戦争はやめてください、安倍さん、菅さんは変わってください、
こういう運動を強めたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、また歌を挟んでいきたいと思います。よろしくお願いします。またまた出てまいりました。本当はね、これは沖縄の三線という楽器なんで、沖縄の曲でもやれたらいいんですけど、ちょっと今日せっかくね、こういう、秘密に新宿まで来たので、ちょっとわがままにとか言って違う曲をやらさせていただきたいんですが、というのは、今日8月30日、あさって9月1日が何の日かってことは皆さんご存知ですよね。関東大震災があった日です。で、関東はこの東京とか首都圏も大変な被害に遭ったんですけど、それとともに忘れてはいけないのが、関東大震災の時にたくさんの朝鮮半島出身の方々が虐殺された、私たちのね、祖先のそういった手を下す側にいたという、そういうことはですね、絶対忘れてはいけない。差別のない世の中を作るためにも、教訓としていかなきゃいけないところだと思うんですけど、なんでこういうことを言うかと言いますとですね、この新宿、向こう側にある都庁の、トップ、小池都知事がですね、今横浜公園で朝鮮人虐殺の犠牲者の慰霊碑があって、そこで毎年9月1日に慰霊祭をこちら在日の方が行っておりまして、でそれに対する追悼文を、歴代の知事が、石原慎太郎さんみたいな人も含めて、実はあれかもしれませんけど、歴代都知事が、追悼文出してたんです。それを小池さんが自分が都知事になった途端に出さないって言って、そこからずっと出してないんですよ、追悼文を。これ結構ご存知のない方もいらっしゃるかもしれませんけど、これ大変なことでして、小池さんはね、全ての震災犠牲者を追悼するんだからみたいなこと言ってますけど、今まで出してた虐殺犠牲者の追悼文、今まで出していたものをわざわざ出さないようにするというのは、それはもうね、そんなこと言い訳にならない、そういったことですとか、自分は行政の長として、そういった犠牲は気にしませんよというメッセージなので、本当にね、東京都のトップがそんなだから巷に差別が溢れてるわけではなくて、こんなこと言うとまた回し者とか言われちゃうかもしれませんけど、そういうことじゃなくて、自分今の時代に生きる、人間として、そういう過去のことには落とし前つけなきゃという思いで、こういうことを言ってるわけでありまして、こういった小池さん追悼文ちゃんと出してよという気持ちと、私なりに、私たちなりにこう学術の犠牲になった朝鮮半島出身の方々を追悼するという気持ちを込めて、朝鮮半島の、代表的な歌であるアリランを、歌いたいと思います。聴いてください。
足を君どもたとくとなんだ青い夜空は星の海だ君との心は憂いの海よありがとうねありがとうございました。本当にね、明日9月1日という日を、心に留めながら、述べていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではまたスピーチに移ります。土井さんお願いします。ご通行中の皆さん、だいぶ暗くなってきました。こんばんは。今私たちはこの場所をお借りしまして、憲法9条改憲なおという、外交宣伝と署名を行っています。チラシも巻いていますので、一体何をやってるのかとちょっと関心を持っていただいて、チラシなども受け取っていただけると大変ありがたいと思いますし、それから署名もお願いしてるんですよね。それでその署名、ちょっと今コロナ禍ということで、向き合って署名をしていただくんじゃなくて、よしそれじゃあ私も署名してやろうっていう人はぜひですね、小さな画板で皆さんにお願いしていますので、できるだけコロナに気をつけて署名をしよう、お願いしようということでやっていますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。で皆さん本当にもうコロナの患者数がどん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 増えていて、今日は少し少なくなっているということがありますけれども、これからどうなるのかっていうふうに心配ですよね。あとお互いに、基本的な衛生の対策を取りながら、マスクもしたりしながら、ずっと日常の生活できるだけやっていけるようにしていきたいなというふうに思います。それで皆さん、なんか今お家にいてコロナにかかってしまったのに病院に入れないという人が本当にたくさん出ていますよね。私これがこの現実が医療崩壊なんだなっていうことを本当に思いますし、なぜ1年8ヶ月ですよ、もうこのコロナが病気が発見されてから、その1年8ヶ月にもなるのに、なんで適切な手が打てないのか、本当にもうイライラする感じもしますし、恐ろしいことだなっていうふうにも思うんですね。で思い出してみますとですね、去年の1月頃、もう本当昔の話なんですけれども、中国で突然ね、コロナがすごく流行っちゃったからって言って、なんか病院をどんどん建てたりしてましたよね。私病院なんてそんな簡単にできるものかしらっていうふうに思っていたんですけれども、結局大きななんか体育館みたいなのを建てて、そこで患者さんを面倒を見る。実は私その頃どういうこれがどういうね意味があるかっていうのよく分からなかったんですけれども、今になってみると、ああいう大きな集合したところで医療ができるだけ保障できるような、そういうものがとっても必要なんだなっていうふうに思っていて、私が1年以上も前にそういう状況を見てるんですから、菅政権、その頃は安倍政権でしたけれども、そういう政権にある人たちだって当然そんなの見てるし、もちろん賢い官僚の人たちだってそういうのを見てたというふうに思うんですよね。ですから医療崩壊にどうやってこういうウイルスにねどうやって対処するのかっていうんだって検査じゃなきゃいけないし、それから医療崩壊なんか起こったらどういうふうに対処するのかだって線でいくつもあるわけですよ。それが1年8ヶ月もだっても何にもまだできないっていうのが本当に私イライラするし、一体菅首相というのは、私の一番大事なことは国民の皆さんの命と暮らしを守ることです。
っていうわけですよね。なんか記者会見でちょっとその質問されたら色をなしてそんな風に言う。でも結局本当のところ医療、命と暮らしを本当に守ろうと、そのためにできること何でもやろう、知恵を絞ろう、そんな真剣さというのがどうも菅首相に感じられない、菅政権に感じられない、とってもだから危険だなっていうふうに思って、ああ全くこの国信頼できないな、危機管理にきちんと対処できない国で困ったもんだなっていうふうに思って、ずっと今も思っています。なんとかしてほしいっていうふうに思ってるんです。で実はですね、最近こうテレビ画面なんかのニュースでもアフガンの問題がいろいろ打ち出されてて報道されてて、それでなんかちょっと非常にまたテロとかそんなのもいっぱい起こるのかしら、そんなすごい不安になるようなことも報道されてますよね。でもアフガンの問題でも私本当にこの政権って日本の危機管理っていうのが目が配られてないんだなっていうふうに思っちゃうんですよね。で先ほどもちょっとアフガン問題触れてお話ししていましたけれども、私も本当に今度のアフガン問題ではもちろんアメリカ軍の撤退っていう問題がすごいいろいろあるというふうに思いますけれども、それに比べてですね、加えてですね、アフガンの政権にやった大統領ガニさんという大統領がいたわけですけれども、この人そのタリバンが首都のカブールに侵攻してきたらもういち早くスタクラサクと外国に逃げちゃったんですよね。でそりゃまあ逃げ足が速くて本当になんという無責任というふうに私は思ったんですけれども、実は日本の大使館の人たちもそれに負けず劣らずいち早く全員避難しちゃったんですよね。なあまあ大使館の人が避難したのはまあしょうがないかななんて私実は最初思ってたんですよ。そしたら実はその大使館に関係する日本の民間の JICA ですとか、あるいはその大使館関係者のところに働いていたアフガニスタン人のスタッフの方たち、これはもうタリバンが来たらもしかしたらちょっとひどいことをされるかもしれないというんで、一緒にやっぱり国外に脱出したいって思ってた人たくさんいるわけですね。そういう人たちがいるんだっていうことも私後で知ったんですけれども、それで日本政府は自衛隊を突如3機ですか、アフガニスタンに送ったりしました。でだん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 そう、でも結局のところ日本人の女性1人とそれからアメリカに頼まれてアフガン人の人を輸送する、パキスタンに逃す、そういうことができただけだと、まあ、なんてこう危機管理についてねきちんと考えてもらえなかったんだな、そのことすごく思いました。で実は皆さんね、韓国っていうのはものすごい素早い対応したんですね。私そんなことできるのかと思ってびっくりしたんですけども、韓国もやっぱり同じようにアフガニスタンにも大使館を置いてたんですよね。でも韓国の大使館の人たちがですね、手分けをして国外に出る人は出るんだけど、やっぱりアフガン人で一緒に国外に出たいという人と一緒に出なきゃいけないっていうことでですね、ちゃんと支配をしてるわけです。で大使館員ちゃんと4人残して、でしかもカーブ空港までの、都心から空港まで行く、そのためにねバスをちゃんとね6台も準備してた。そしてね大使館員やそれから米軍とかそういう人をそれぞれのバスに乗せてアフガニスタン人のスタッフの人たちをちゃんと空港まで運んで、しかも韓国から派遣した飛行機でちゃんと韓国、近隣の 国まで届けるっていうことを、やりのけてるんですよね。なんで韓国と日本ってこんなに違うのかっていうと本当に思うわけですよ。やっぱりなんていうかな、今菅さんはコロナでとっても夢中になってるから他のことに目が向かなかったのかもしれないけど、閣僚というのがいるわけだし、官僚も外務官僚も含めていっぱいいるわけですよね。だから結局この国っていうのはなんか自公政権っていうのは
本当のところ危機管理をきちっとやろうっていう気がないと、あ、なんて言うんでしょう、構想とかそういったものがないんじゃないかっていうんで、とっても不安になりました。コロナでとっても不安になってるだけじゃなくて、そんなところまで手が回らないんだなってんで、ちょっと呆れもしましたけど、私たちもやっぱり本当にそんな国に住んでるっていうのを自覚しなきゃいけないのかっていうんで、ちょっとがっかりしたり落ち込んだりしちゃうっていうところなんですよね。で、皆さんやっぱりこれ結局長いことね、やっぱり安倍菅政権で10年も約10年近くね、めちゃくちゃなことをやってきた、そういうことのつけがこういう形で出てきてるんじゃないかな。だから私たちは日常で暮らしていけることは暮らしていますけれども、本当に安心して暮らせるのかって言ったら、やっぱり不安なところはいくらでもあって、基本のところができていない。こうした自己責任にやっぱり私は変えてもらわなきゃ、変わってもらわなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですよね。私は思うんですけども、今度の10月21日で実は衆議院にちょうど期限が切れるわけですね。それでどうしても選挙、衆議院選挙をやらなきゃいけない。逆に言えば私たちにはチャンスを、私たちの一票を投じるというチャンスがあるわけですね。ですからやっぱりそういうものを生かして、ぜひ自公に変わる政権を作っていって希望を託したいなというふうに思います。ぜひ皆さんこのところ選挙のですね、なんかこう投票率っていうのはずっと下がってきているわけですけども、やっぱり今度行われる、秋に行われる衆議院選挙は、ぜひ皆さん選挙の投票所に足を運んで一票を投じる、そして私たちが安心できる、危機管理も隠せる、そういった政権を選んでいく、そうしたことに私たち主権者として責任を持って行動したいなというふうに思います。なんかちょっと難しいみたいな感じの話になったかもしれないですけれど、やっぱり憲法を守っていく、そして私たちの一票をしっかりと生かしていく、そうしたことを私たちやっていきたいなというふうに思って、皆さんにもお願いをしたりしたいというふうにお考えいただきたいというふうに思って、マイクをではお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、最後にもう一回歌を挟んで、終わっていきたいと思います。なんかすみません、またまた出てきてしまいました。まあちょっと3回目出てきたので、さすがにちょっとここで沖縄の歌を歌わないと怒られそうなんで沖縄の、沖縄まで今大変なんでですね、まあ、コロナですごい感染者、人口比から言うと東京以上っていうふうにね、世界最悪レベルでコロナ患者が出てきて大変な事態なんですけど、このコロナで大変なのに乗じてとしか思えないような感じで、辺野古の工事進められちゃって、始まっちゃいましたね。サンゴの移植をするには一番危険なんじゃないかと言われて、この草厚い田中にサンゴを無理やり移植して工事を始められちゃいましたんで、本当こんなことやめてね、沖縄の平和を、取り戻したい、まあ私たちも私たちの平和を取り戻したいということで、そういう思い込めてですね、沖縄にはミルク様が、この世に降りてきて平和をもたらすというそういう、信仰があります。そういうミルク様、ミルク様をお迎えする、ミルク節という曲を歌いたいと思います。ぜひできましたらこう手拍子とかでこう立ってきながらこう一緒に平和な世の中が来ますようにってこうお祈りしていただけるとありがたいかなと思ってますが、ミルク節です。聴いてください。大国のミルク、我が島に持ち、深き武戦に損、ミルク由来主役君へ君へ
9月にもうすぐ入りますけれども、今日の8月30日は実は、2015年に戦争法という、法律がですね通る時に、反対運動が起きまして、2015年だから6年前ですね、6年前の今日は国会前に12万人以上の市民が集まって声を上げました。それからですね、去年やっとですね安倍政権が倒れて、で今菅政権になってこんなひどい支持率になってるわけなんですけれども、長いこと私たちこう言って街頭なんかで街頭宣伝やっていますが、まあ、こういったですね蓄積がですね確実に新しい未来をですね切り開いていると思っています。街頭宣伝によく皆さんも何年も何年もお越しにくださっていて本当に感謝しています。まあ、これからもですねこの野党共闘ってのは6年前までなかったんですよね。2015年の年末にやっとその市民連合ってのは出来上がったので、こうやって選挙ですねみんなで協力し合って戦おうってことはちょっと前の6年前まではなかった。それがですねこの6年間でそういう風になってきて、やっと今ですね、まあ、こんなひどい事態ですけれどももう政権交代しようよっていうところまでやってきている。なので私たちの手を取り合ってですね、まあ、次の街頭宣伝の時にもしかして選挙が始まってるか解散してるかどうか分かりませんけれども、街頭宣伝もやりつつですね選挙に行こう政権交代しようって声をですね皆さんと共に上げていきたいと思います。よろしくお願いします。次の街頭宣伝は9月の25日の土曜日、久々に土曜日に土日にやります。9月25日の土曜日の15時、午後3時ですね、午後3時にここで行いますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。今日は暑い中どうもありがとうございました。お疲れ様でした。